アントンドレクスラーはドイツの労働者、政治家。国家社会主義ドイツ労働者等の前身となるドイツ労働者等の共同設立者として知られる。鉄道労働者の息子としてミュンヘンに生まれる。国民学校卒業後、1901年にベルリンに上るが失業して帰、帰業、1902年から機械校として働き始める。この頃には、すでに反ユダヤ主義。 ハンマルクス主義的な思想を身につけていたという。第一次世界大戦中に、ドイツ祖国党に参加、1918年3月には職場だった、バイエルン王国王立鉄道中央工場の同僚と共に、良き和平のための自由労働者委員会を組織した。また、カール・ハラーと共に保守系右派民族主義団体、政治的労働者のサークルを設立する。 ドレクスラーの思想的指導者は、全ドイツ人同盟の指導者で、ニュルンベルク・アウクスブルク機械工場経営者、バイエルン産業家連盟の代表役員だった、パウル・ターフェルだった。敗戦後の1919 19年1月5日、ターフェルの商用により、ディートリヒッカーと、ゴットフリート・フェーラー、カール・ハラーと共に、ドイツ労働者党を設立。ハラーが、党議長に就任するが名誉職に過ぎず、 実質的な権限は副議長のドレクスラーが握っていた。同月に国際プロレタリアの挫折と兄弟思想の失敗と題する論文を発表。続けて我が政治的目覚めと題するパンフレットを発表したが、このパンフレットは当時福音してミュンヘンにいたアドルフ・ヒトラーに影響を与えたという。1919 19年9月に ニュンヘンで集会を開くが、その際に演説したアダルベルト・バウマン教授を論破したヒトラーを見て興味を抱いた。ドレクスラーはヒトラーに党のパンフレットを渡し入党を促した。ヒトラーはドレクスラーの求めに応じて同月12日に入党した。1920年1月5日にヒトラーとドレクスラーによってハラーが党議長を追放され、ドレクスラーが 党議長に就任した。フェーダーと共にヒトラーに協力して綱領を策定したドレクスラーは、1920年2月24日、ヒトラーをホフブロイハウスで開催する党大会に参加させ、ヒトラー主導の下で25過剰考領,領が発表され、党名を国家社会主義ドイツ労働者党と改名した。1923年11月9日、記念メダル明後、 党内ではヒトラーが頭角を表し、1921年に入るとヒトラーの勢力は盤弱なものとなっていた。これに危機感を覚えたドレクスラーは6月にヒトラーがベルリンに出かけている間に無断で他の右翼政党との共闘や合併を協議し始めた。ドレクスラーの独断を知ったヒトラーは7月11日に離党を宣言した。党幹部は 党の顔であるヒトラーの離島が党消滅につながることを危惧し引き止めに薬期となった。3日後、ヒトラーは党への復帰の条件として自分に独裁権を与えるように書面で要求、党幹部がこの要求を認めたためヒトラーは復党した。7月25日にミュンヘン警察にヒトラーを危険人物であると密告したが取り合ってもらえなかった。月日、 554票中553票を、エテ・ヒトラーは新党首に選出され、ドレクスラーは名誉党首に祭り上げられ、党での実権を失った。1923年11月のミュンヘン一期の際、自宅にいたドレクスラーは呼び出されたが、ヒトラーの計画を聞くや恐れて参加しなかったが、一期の失敗後に逮捕された。この事件によりナチ党が一時解散を強いられた ドレクスラーは党を離れて民族ブロックに参加し、1924年から1928年にかけてにバイエルン衆議会議員を務めた。この間の1925年には民族社会主義人民同盟を設立している。同年なチ党が再建されたがドレクスラーは加わらず、復党したのはヒトラー内閣成立後の1933年になってからであった。 1934年には党創設者として、ヒトラーから1923年11月9日、記念メダルを授与されたが、以後も政治権力は与えられず、彼の存在は1937年まで、党の宣伝のために利用された。ドレクスラー自身は、この勲章授与に感激し、以後熱烈なヒトラー支持者となった。その後は、ミュンヘンに陰性し、 第二次世界大戦中の1942年に同地で死去した。ヒトラーは我が闘争の中でドレクスラーを一家のように表している。ドレクスラー氏はただの労働者であり演説者としても有能ではなく何よりも兵士ではなかった。彼には軍歴がなく大戦中も兵士ではなかった。そのため彼は全く弱く不安定な人物であり、その弱く 不安定な人物が達成し得るための教育も欠けていた。冷酷な容赦のなさで抵抗を退りけたり、新たな思想を実行に移す能力がなかったのである。ありがとうございます。